はい、お待たせいたしました。私の方からは今オミクロン株について、国内で3例目の検出、まあ、国内ではありませんね、検疫の中で検出をされたということであります。濃厚接触者の滞留措置を取りながら、このその後の経過を丁寧にフォローしていると、こういう状況だろうと思います。これに対しては引き続きこの検疫の段階でしっかりと対応すると、同時にこの滞留している間、そこが厳格に守られて、その他の人の接触を通じて万が一にもオミクロン株に感染している人がそこから外へ感染を広げないようにきちんと対応してもらいたいと、このように思います。その上でワクチン等の接種3回目が始まったわけでありますけれども、これについては原則8ヶ月の間隔を空けてという考え方が示されておりましたけれども、すでに以前から期間を短くすべきであるという意見も出されておりました。これに対して我が党からもそうした対応を柔軟に取れるようにすべきであると、こういう意見も出されました。総理の方もそうした姿勢を検討する姿勢を出しております。ここからはですね、どのようにやるのかと、でまた早める場合にはこれまでの準備の状況を変えて新たな対応の体制を作らなければなりません。そうした場合にワクチンの供給が期待通りになされていくのかというところも心配だろうと思います。ファイザーとモデルナという2種類のワクチンが中心になりますけれども、その供給量の見通しについてこれまでの見解がありました。交互接種を認めるということも言われているわけでありますが、これに対する接種を受ける側の国民の受け止めについては十分な理解を進めた上でこれを行っていく必要もあると考えます。またオミクロン株に対するワクチンの効果といいますか関係というのは十分な情報が提供されていない状況でありますので、この点についても引き続きこの政府の考え方、専門的な知見に基づいてですね、国民にしっかり伝わるように、また接種を行う自治体に迷いがないように体制をしっかり整えていただきたいと、このように望んでおります。この点についてこれからの論戦の中でも政府の考え方をしっかりと正してまいりたいと思います。私からは以上であります。それでは質問のある方は挙手の上、社名氏名を述べてお願いいたします。どうぞ。共同通信の笠井です。はい、北京五輪について お伺いします。はい、今日といいますか、先ほどアメリカ政府がですね、北京五輪で外交的ボイコットを発表したんですけれども、これについて の代表の見解と、あと日本は日本としてどうすべきかについてお聞きします。アメリカ政府が決定したという報道がなされておりますけれども、それはアメリカ政府の考え方でありまして、それに対する評価は控えたいと思います。この点について岸田総理大臣や林外相がこれまでも問われたことがありましたけれども、日本は日本の立場で考えていくと、判断をしていくと、こういう趣旨をお述べになっています。外交的ボイコットの趣旨は選手団の派遣は行うと、そして政府関係者の派遣について、検討すると、そういう中でボイコットという選択肢が出てくる、派遣しないという選択肢が
まあ、アメリカからは示されたわけでありますが、政府の関係者を出すかどうかということはやはり政府が判断するべきことでありますので、さまざまな状況を影響等を考慮した上で日本政府として判断するものと承知しております。我々の側から予断を与えるようなことは控えさせていただきたいと思います。毎日新聞の木下です、はい、皇族数の確保について皇族の皆さんの数についてお伺いします。昨日政府の有識者会議がですね、皇族の数の確保について、女性皇族が結婚後も皇籍に残る案と、旧宮家の男系男子の方が皇籍に復帰する案の2つの案を最終答申案の骨子案として了承しました。月内にも答申がされた後に政府による本格的な検討が始まると思うんですが、まずこの2案についての代表のお受け止めと、あと政府の今後の本格的検討の在り方についてどうあるべきか、お考えがあればお願いいたします。2案が提示されたということでありますけれども、これは政府として検討を続けていくという、政府の中での議論のたたき台になる位置づけなのだろうと思います。いずれにしてもやはり政府がさまざまな基礎的な資料情報等に基づいてしっかりと検討していただくということが基本だと思いますので、今この段階で我々から評価をすることは控えたいと思います。最終的にはやはり国民の象徴である天皇制について国民の総意に基づいてこの制度が運用されていくものでありますので、やはり国民の理解を伴うように政府としても議論を進めていただきたいと、このように期待しております。NHK 米津です、はい、ちょっと話が戻ってすみません。北京五輪 の、 外交的ボイコットについてなんですけれども、アメリカ政府はですね、その中国政府による新疆ウイグル自治区での人権侵害を理由に外交的ボイコットを表明されていて、でこうしたまずこの理由として、この人権侵害というところを理由に外交的ボイコットをするということについて、どのように考えてらっしゃるか、またこの人権侵害、自体についてもどのように考えてらっしゃるかお願いいたします。米国は米国の判断基準に基づいて、判断したのだろうと思います。そういうことの影響ということは十分に見ていかなければなりませんけれども、このオリンピックの精神、ということをよく配慮しながらですね、特にこの選手の派遣を行うという姿勢は変えないわけでありますし、また IOC の声明等もですね、選手の派遣をするということが貫かれていることについて歓迎の意を表していると。ただし政治的な決定については、それはそれぞれの決定を尊重すると、このような声明も出しているということであります。そうした点で、このオリンピック自体がですね、選手が存分に力を発揮できる、そういう環境を作っていくということも重要だと、このように思っております。人権の状況というのはアメリカとその他の国とでは捉え方が違うところもあると思いますので、日本は日本として総理外相の言うように判断をしていただきたいと、このように思っています。テレビ朝日の柴田です。話題変わりまして、文通費についてお伺いします。与野党は一時日割りで合意していましたが、現在維新が使途公開と未使用分の返納を合わせて議論すべきだとして、今国会では日割りすら実現しない可能性が出てきています。代表はこの状況をどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。
これは昨日もぶら下がりで問われましたし、また石井幹事長もですね、昨日の両院議員団会議でご説明しておりますけれども、この文通費についてはやはりこの度の10月31日1日で一月分が給付されたということに対する国民の有権者の違和感があるというところが議論の出発点でありましたので、その違和感を率直に捉えてですね、この日割りで支給するのが妥当であろうということを我が党としても主張しましたし、おそらくすべての会派のそこは共通認識に至ったのではないかと思っています。ですからその点を法律にしてきちんと決めるというのは最大公約数になっていると思います。なおその上でこの文通費の使い方についてどう透明性を高めるかということも問題意識を持って議論する必要がありますけれども、まずそれぞれの主張についてまだいろいろ検討しなければならないことが残っている。維新の主張についても検討すべき課題があるように言われておりますので、そこは議論をもっと深めてですね、合意を作っていく必要があると思います。この短い国会の中で合意ができるかどうかは即断できません。少なくともその合意のできているところについて制度として前進を図るというのが有権者に対する分かりやすい姿勢になるのではないかと思っております。すいません、関連でお伺いしますが、代表はこの文通費の件について、やはり全会一致でこう法案を通すべきだというふうにお考えでしょうか。これは特に政府関係の法律事項ではなくて、議員国会の在り方に対する法律事項については全会一致で決めるというのがこれまでの基本的なルールだったと思います。そのことも含めてこの議運国体の場でですね、しっかり議論していただきたいと。特にそれぞれの政党政治家の活動というのはやはりそれぞれの立場で自由な活動自由な発言を保障しながら行っていくというのがこの政党政治議会制民主主義の基本でありますので、多数決で決めていくというのはその少数の会派やあるいは議員の活動を制約する恐れがあるので、全会一致が基本というやり方になっていると思います。その趣旨も十分踏まえた上でですね、合意形成にそれぞれの会派で努力を尽くしていただきたいと思っています。朝日新聞の小野と言います。はい、皇位継承の話に戻ります。有識者会議の中では女性女系天皇を含む皇位継承資格者の拡大には触れず抜本的な対策には踏み込みませんでした。この点について代表はどのようにお考えでしょうか。その点についてもここで意見を申し上げるのは控えさせていただきたいと思います。やはり政府の検討を見守るというのが基本的な立場、そこで政治家の側から個人的な見解や政党の見解を先立って申し上げるというのは控えたいと思います。すみません、もう一点よろしいですか。話題変わります。先週の金曜日のお昼に公明自民両党の幹部3人ずつでお昼に会合を持たれたと思いますが、どのような目的で開かれ、代表からはどのようなお話をされたのか、差し支えない範囲でお聞きできればと思います。今後定例化するのかどうかも含めてよろしくお願いします。これは与党ですのでね、与党の首脳が意見交換をすると
というのはこれまでもずっとやってきたことであります。タイミングや人数やその時々のテーマというのはその都度違いはありましたけれども、今後もそうした機会は可能な限り作っていくことが望ましいと思っています。特にこの総理は自民党の総裁ではありますけれども、やはり行政のトップでありますので、日程的には非常に難しい場合がありますから、総理の日程を中心にですね、与党側が合わせながらこうした機会を作ることは、やはり議員内閣制というこの基本的な制度の下でも与党が政権を支える、そしてそのトップと与党側の首脳が意思疎通を図るというのはむしろ必要なことだと思っておりますので、適切な在り方を今後も検討しながら重ねていきたいと思っています。西日本新聞の大坪です。敵基地攻撃能力についてお伺いします。首相はですね、来年末までにですね、防衛大綱などを改定する方針を示しています。でこれについて、参院選までにですね、与党として、一定の方向性といったものをまとめて、争点に掲げるべきだとお思いでしょうか。でかなりスケジュール的にはタイトなんですが、もしそれが難しい場合は公明党内で、一定の、意見を集約して、有権者に示すべきだとお思いでしょうか。総理のご発言は所信も含めて、総合するとこの敵基地、いわゆる敵基地攻撃能力も含めて、あらゆる選択肢を排除しないで現実的に検討していくという趣旨のお話だと思います。でそれをこの国の安全保障戦略や防衛大綱や中期防衛力整備計画に反映させていくと、これを1年がかりで議論をするという方針であります。特に大綱中期防は具体的にこの予算と結びつきますので、これまでも通例年末に最終的な仕上げをしていくということになっています。その間有識者の議論の場を設けたり、あるいは各政党の議論を積み重ねたりということを行ってきておりますので、そうしたスケジュール感からするとそれぞれの党で議論をどうするかは別にして、やはりこの年末を睨んでしっかり議論をしていくと、そして国民の理解を得られるように議論していくということが重要だと思います。現実問題として参議院選挙はこの6月下旬から7月にかけて行われるだろうと思いますので、それまでは通常国会の日程があり、また骨太の方針を決めたりする日程があり、選挙の準備はそれぞれの党でかなり、ただでさえ通例と比べると衆議院選挙のあった関係で準備が遅れているという状況でありますので、そうした意味での取り組みが先行するのではないかと思っております。西日本新聞大坪です。一応敵基地攻撃能力についての、代表のご認識を確認したいんですが、代表は、衆議院選挙前はですね、この攻撃能力について古めかしい議論と結構強い言葉で、慎重論をおっしゃっていたんですが、昨日のぶら下がりでは主眼は置いていないというふうにおっしゃいましたが、態度が少し軟化したようにも映りました。衆院選前、所信表明を経てもなお代表としては全くこの認識はずっと変わっていないということでよいでしょうか。言葉尻を取られるんじゃなくて、はい、昨日言ったことをちゃんと受け止めてもらいたいと思います。総理が言ってるのはあらゆる選択肢を排除しないで現実的に検討していくと、こう言ってるんでしょ。だから現実的に検討していくということが大事なわけであります。
敵基地攻撃能力というのは70年前に理論的な可能性として政府が提示したということでありますから、その後現状は大きく変わっているわけであります。だから現実がどうかということを踏まえて議論するということが大事であります。言葉尻で捉えて後退したとか前進したとかそういう決めつけはやめなさい。読売新聞の前田と申します、はい、経済安全保障についてお聞きします。昨日の総理の所信表明で、総理はその経済安全保障について喫緊の課題だということを述べました。政府はその来年の通常国会に、特許の公開制限とかサプライチェーンの強化の推進法を提出するという方針ですけれども、これへの対応、意義について、お聞かせください。経済安全保障についてはこれまでも個々の課題についていろんな議論があったと思います。特にこのコロナの感染の状況の中で一時的にマスクの供給が途絶えて国民が大変な不安に陥ったと、やはり国内でマスクの製造供給能力を確保することは必要だと、これは国民の思いだったと思います。また感染状況が少し改善されて落ち着いて経済活動が活発になる、そういう中で半導体が国際的に不足気味、取り合いになって日本の基幹産業である自動車産業についても非常に厳しい現実に直面していると、生産能力を大きく落とさざるを得ないと、こういう現実に直面をしてやはりそうした基幹産業を保持していくこと、雇用を守り、また経済を支えるという意味で一定程度の半導体の供給能力は確保する必要があると、こういう認識は浸透していると思います。そうした点でこの必要不可欠なものを確保するためにどうしたらいいかという体制を整備する必要があるというのは国民に広く認識されていると思いますので、それをどう制度化を図っていくかと、合わせてこの国内でさまざまな資源、人、物、金を投入して作られてきた技術、機微な技術、これが国外に出て日本の安全保障環境を脅かすようなことがあってもこれも困るというのも国民が不安に思っている点だろうと思います。そうしたいくつかの観点から議論されてきたことをどうこの経済安全保障という課題でくくって制度化をしていくか、国民が安心できる状況を作っていくか、これを議論する必要はあると思います。ただそういう中でこのグローバルな状況で貿易が行われている、相互依存、国際的な相互依存が深まっている、こういう状況もよく踏まえながらですね、検討していく必要があると思っています。またいかがでしょうか。嬉しいですか。では以上で終わらせていただきます。はい、終わります。